皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日はホフェンハイム対セレッソ大阪、ロイヤルロンドンスタジアムよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ七海さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、こちらこそよろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。ホフェンハイム対セレッソ大阪、エキシビションマッチをお届けしてまいります。さあどういうスタートになりますでしょうか。見てまいりましょう。これはスローインとなります。寺田追いかける、市村、小野瀬、ここで受ける、ああこれ狙える、さあフリーだ、シュート、ゴール。ホフェンハイム先制に成功。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。最も気をつけなければいけないエリアでフリーにさせてしまいましたよね。そうですね、まずはディフェンスの修正が必要になってくるでしょうね。はい、さあホフェンハイム早速得点につなげてきました。体も温まってなかったと思うんで、そこを今日ついたような、ね、素晴らしいシュートでしたけど、はい、このまま押し込みたいですよね。そうですね、もう一つ前に行きたい。垣谷どうする。ここは勝負にはいきませんと。ボールは杉本、荻原、前半30分を経過しています。ホフェンハイム1点を先行しています。寺田、ここで受ける、オフサイドですか。リカルド、一人で持っていけるか。シュート、バーに当たる。いやもう中4人いますね。ソウザ、上がっていけるか。フリーになった、シュート、ゴール。ホフェンハイムリードを広げました。佐藤、シュートまでのドリブル見事でした。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね。
さあホッフェンハイム着実に得点を重ねていきます。2対0。ここで前半の45分が終了しました。セレッソのキックオフでスタート。ブルーノ、リカルド、ここで前を向けるか。左サイドにフリーな選手がいたんですよね。大きく展開したいところでしたね。どうする、打てる、ゴールに向かっていく、シュート、ゴール。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。ちゃんと修正しなければいけませんね。そうですね、ゴール前でこれだけフリーにさせてしまうっていうことは大きな問題ですからね。そうですね。さあホッフェンハイム3対0と差を広げています。ホッフェンハイムとしては今いい時間帯ですから、このリズムを大切にしたいですよね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。ホッフェンハイムとしては攻めるのか守るのか、チームとしてのゲームプランをはっきりしておいた方がいいですよね。ホッフェンハイム3点をリードし試合を優位に進めています。佐藤、今日は得点を挙げています。市村、寺田、大久保、ここで受ける、おー、いい形ですよ。チャンスですね。さあ打ちに行くか、ちょっと合いませんでしたね。中央上がっていきます。さあフリーだ、決めた。ホッフェンハイム全く手を緩めません。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。今のはディフェンスの問題ですから、すぐに修正したいところでしょうね。そうですね。どうしてあそこでフリーにさせてしまったのかっていうことを明確にする必要があると思いますね。なるほど。大久保、今日2点目のゴールです。さあホッフェンハイム圧倒的な強さを見せています。あと10分少々です。野崎、どうする、コースが空いたか、シュート、ゴール。ホッフェンハイムさらに突き放します。松下、直前のドリブル素晴らしいものがありました。そうですね、ゴールするんだっていう気持ちですよね、はい、少しでも確率高めるためにボックス内まで積極的に運んでいきましたよね、そうですね。
さあホッフェンハイム、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。手元の時計3分を切っている状況。サイドを使います。寺田、野崎、狙える、シュートに行くか、打つ、ゴール。今日は止まりません。ここでフリーで打たせてはいけません。ちゃんと修正しなければいけませんね。そうですね、ゴール前でこれだけフリーにさせてしまうっていうことは大きな問題ですからね、そうですね。ここで笛です。